ちょっと久しぶりの配信、5日ぶりぐらいですかね。もうちょっとか。口はね痛いんですけど、すごいなんか目立つからちょっと書いてみた。ちょっと痛いですね。よし、こんばんは。うん、あ、そっか、パスポートのサイン会はやったけど、配信でそれぶりかな。ありがとうございます、来てくれて。唇乾燥して切れた、痛い。うん、改めてこんばんは。うん、待ってたよってギフトがあるの最近。かわいいね。あのわかんない、今日もしいらっしゃらないかもしれないんですけど、もし今日タワーくれるよって方、あのお誕生日の配信も含めて明日の夜かな、配信しようと思ってて、ちょっと何時からかどれぐらいあるかわかんないんだけど、明日の夜は絶対に配信しようと思ってて、その時にお礼を書きますって言って、延期になっちゃったらごめんね。明日の夜なんか全部7日以降のは全部そこで、だからもうめっちゃ一瞬になっちゃうと思うけど書きます。うん、お願いします。ビビンバにビビンナ、待ってたよ、ありがとう、嬉しい。たとばくん、虹ありがとう、虹がかかった。ふみや、待ってたよ、ありがとう、嬉しい。明日、そう、明日、そう、なんかさ、ほこりが舞ってる。明日、改めて、あ、そう、お誕生日になってから、そう、なんかいろんな SNS だったり、配信でだったり、サイン会とかですごい、おめでとうって言って、たくさんお言葉いただいたんですけど、明日が24歳になって初めてのあのお話し会なので、明日はちょっとバースデー仕様みたいな感じです。明日もう一回おめでとうって言ってください、ぜひ。おめでとうの日にしたいです。うん、ですです。だから明日は久しぶりにというか、お話し会もちょっと久しぶりなのかな。だしこう1対1でこう配信でとかは多かったけど、2人きりみたいな感じで会えるのは、お話しできるのは明日初だから、めっちゃ楽しみだよ、嬉しい。明日のために準備してくれてたの、ありがとう。二人きりで生まれきるの嬉しい、ありがとう。明日は多分ケンが一日中皆さんのおかげで完売してて、明日ね、だからちょっと寝坊とかしたらあの部変更できないので、起きてください、お願いします。起きてね、うん、早起きしてね、お願いします。
10時からね、早いから。うん、緊張して応募できない、してください待ってるよ。オールするの？危ない。うん、ゴビ以外全部に行く。やった、 TVer でノイシテ TV 見て、ありがとう。そう、楽しかったです。うん、そう、あと最近だとサイン会ありがとうございました。嬉しい。パスポートね、久しぶりだったから、そうサインかけて嬉しかった。まほろばぶりだよ、個人のパスポート。うん、これからね、多分一番最新、最短だとノイミー会とかだと思うんだけど、いろんな思い出をパスポートに刻んでいこうね。楽しみにしてるから。しかも思わせぶりっ子がさ、可愛すぎて、あれさ、どこにやったんだっけ、めっちゃもらって帰ってきたんだよねなんか家族とかが欲しいって言ってくれるからさ、そうだからもらって帰ってきたんだけど、色味がもうとにかく可愛くて、さやのタイプ、ドタイプ、ピンクとグレー可愛い。うん、お楽しみに。パスポート出てないね、また会ったらいいな、そういう機会。絶対にパスポートまた作ってもらおうね。DVD めっちゃ楽しみ、ありがとうね。めっちゃ感動の4周年婚だから、サイヤン書いてもって名前もありました、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。最近全然 TikTok とかもさ、始めたのに更新できてなくて、ちょっと頑張ります。明日合間で撮れたら撮りたい。何踊ったらいいと思う？うん、送ってください、ぜひ。え、でもね、もうね、25,900人の方がフォローしてくれた、ありがとう、いっぱい広めてほしい。サマチョコ、あー確かにサマチョコとかさ、サマチョコ衣装着たいですよねハイトーンサマチョコみたい、確かに。うん、今日もさやちゃんの TikTok 見せた、ありがとう。衣装ね、全然着させていただく機会があんまりないのでね、着れた時に撮れたら撮りますね。うん、そろそろ生誕生写真来るかな、どうだろう、そろそろ、そろそろ来たらいいなうん、さやきの衣装大好き、さやも好き。なんでしょう、さやが着た衣装はなんでしょうか、お楽しみに。そう、あと最近出たマリン衣装の生写真で巻き下ろしした巻き下ろしにハマってる人久しぶりかも、生写真でしたの。なんかさ、あの衣装リボンが1個で
そうキティちゃんみたいな感じなんだけど、何の髪型しようって思って巻き下ろしして耳かけてリボンつけてみたら可愛かった。髪型がなんかね短いよね髪うん、可愛かった嬉しい、ありがとう。可愛い？一部でおはようしてね。うん、可愛い。本当？そう、喉はめっちゃガラガラなの。なんか多分さ、乾燥してるんだよね、ここら辺が。湿度高めなきゃ。これをつけるか。今ちょっとオフにしてて、これでも今つける意味ある？つけよ。めっちゃ喉乾燥してる。これ神だから、この空気清浄機つけてみた。でもこれ青く点滅してるとね、あれだよ、空気が綺麗ってことなの。謎の空気清浄機の説明してる人すごい音、水入ってるから。そう、次亜塩素酸のやつ、匂いをとにかく消してくるやつで、すごい部屋のなんかすごい、めちゃくちゃね、めちゃくちゃさやね、あの匂いに敏感な人なの。匂いフェチだなって自分でも思ってて、だから自分の部屋の中がすごいいい匂いでいたいから、最近さやうさんもいるし、そう、あのいい匂いにしてるんです除菌して。いや、フレグランスは匂い別に消えないかも。でもなんかとにかくプールの匂いする。ずっとこれ使ってたらプールの匂いする。うん、大好き、プールの匂いうん、サヤヤン泳げないよ。サヤヤン泳げない。それこそ溺れる。あのね、平泳ぎできないんだよね。クロールはできる、あと謎に背泳ぎもできるんだけど、プールめっちゃ苦手で、ほんとだから溺れちゃったよーって感じなんだけどクロール25メートル、なんかね息つきができなくて。でもなんか息をあの、なんていうのかな、息継ぎなしで息を止めることは結構割と得意で、息継ぎなしか、または1回ぐらい足つきそうになりながら息継ぎして、で25メートル、でも記録的には26メートルだからっていう感じだった、小学生の時ちょっと詐欺、小中学生の時。うん、そう、根性。うん、息継ぎするとフォーム崩れちゃうパターンの子で、そう、だから背泳ぎってさ、ずっとこうやってさ、こうやってってだから、そう、得意だった、息はできてるからうん、頭に酸素回らなくなる。大丈夫、今生きてるから。でもね、もうプールなんて、もうプール25メートル頑張りましょうなんてもうないからね、大人になると。
サイン会で着てたミルクエドのパーカー、あれねプレゼントでいただいたんですよ。そう、どこだろう全然みんなからのプレゼント最近受け取れてないから、受け取るね、受け取る、楽しみなのだから。あ、まあみこお元気だよ秋吉お元気だよ。なんなのこのギフト、めっちゃじわる。まだ送ってない、あら、時差めちゃくちゃある、結構あるので届いてるはず。お、楽しみ。元気って、明日送る、嬉しい、待ってる。届いたかな、ありがとうね。うん、今から送ったかプレゼントマスプレゼントになる、え、どうだろう、時差時差があれかも、どうだろうね。しょうまたはありがとう。ちょっと明日の配信で書くことになっちゃうんだけど、ごめんね、明日書きます。うん、なんかねピアス開ける予定ちょっとないかもしれない。そう、開けたいんだけど、そうなんですよ、近々はあんまりないかも。タイミングミスった。クリスマスプレゼント何がいい、でもさやちゃんやっぱずっと言ってるのは身につけられるもの、アクセサリーかとかお洋服とかが一番嬉しいですね。何でも嬉しいけど、ヘアアクセサリー、これは痛かった。開けるときはそんな痛くなかったけど、開けてからが大変でした。うん、もうねさすがに1年2年ぐらい経つかな、開けてから。だからもうさすがにこう何日かつけてなくても穴が塞がるってことはなくなった。うん、ワンレター嬉しいよ、嬉しい、安定してる。てかさ、すっごい急なんだけどさ、前髪切っていいですかちょっと横にずれる、でも前髪が長すぎてさ、そうちょっとさ、多分今切らなきゃ明日のお話し会までに切らないんだよね。だってさ、ちょっと巻いてこの長さって結構長くないですか、長いよね、ちょっと切りたい。あ、そう今忘れちゃう、今切んなきゃ忘れちゃうってことちょっといなくなってないすぐ終わる。せやさん前髪切るのめっちゃ秒なんだよね。いつもね美容院は行ってるけど、前髪は自分で絶対切ってるから美容院では切らない、前髪は絶対自分なんだ。しかも適当、切ります。あ、いい感じいい感じ、切ってる音聞こえた？
いや、つめ本当に上手だと思う。さや前髪切るの。できた。早っ。できた。はい、切りました。超いい感じ。短くなった。早いし上手だと思いませんか？ありがとう。嬉しい。そう。うん。20秒ぐらいで切れた。確かに。確かに。超早い。ずっと自分で切ってるから自分で切るのが一番上手かもって思っていいかもって。こだわりポイント、ここら辺ぐらいまで平行に切って、でここはこうつなげたいんですよ。前髪をさ、なんかこう、こう斜めにふわーんってこうカーブをさ描きたいから、ここら辺まではまっすぐに切るんだけど、ここら辺の一部の束は斜めに切ってる。だからこううまく綺麗にカーブができてます。が2回切った、こことここと斜めで、これやった、嬉しい。確かに久しぶりに三つ編みかも。やった、つなげるの上手。やった、今切った今切ったよ。確かに明日の話しかこれで会える。楽しみにしてるね。お誕生日、お誕生日、お誕生日のお話か。ちょっとさ、なんかメガネかけたくなってきたからメガネ取ってこよーっと。全部閉店できなくなっちゃったからさ、これどうしてたんだっけ。さや、いつも無理になったんだよね確か全閉店不可能になった気がする。これ無理なんだよ、ちょっと見えるんだけどでもめっちゃ近くにあるから、これが好き。あ、いい感じ。絶対メガネかけた方がいい感じ。今日はこれ。あと20分。絶対これだったね。これはAmazonで1000円ぐらいで買ったメガネを自分でレンズ取って工事したやつあって超絶広い。確かに、レンズぶち抜く方法、気合、ちょっとここ広げてこうやってやれば抜けるものは、抜けないやつは全然抜けないけど、気合で抜くんだよ。割るよりも押して壊す方がおすすめかも。
そんな感じです。根性エピソード多い。本当に？1000円で買ったのが良くてくれというか、ね、そう意外とねお買い物上手なんですよ。乾燥するのでタブレットを食べます。うん、唇がめっちゃ痛いね、中を。うん、そう御社でインターンのイベントに出演させていただくことになりました。そうだそうなんですよ。11月3日、ありがとう、会えますみんなに会えます。開けといてくれる？嬉しい。会いに来て。そう、ドランクドラゴンさんの鈴木さんです、うん、あ、さよドラゴンお元気だよ。桜もちもち、ありがくまさん、ありがとう。うん、うん、しかもさや中華料理めちゃくちゃ好きで、え、食べれるかなさやも食べたい。そう BSTBS さんのイベントなんですけど、インター生代表としてありがとうございます。なんかさ、いっぱいインターンされてるさ方、タレントさんいっぱいだけど、自分が代表としてイベント出演させていただくの嬉しいです。会いに来てね、会いに来てさやのこと見て美味しい中華食べよう。うん、でもみんなのおかげ、本当に番組でこう皆さんが盛り上げてくださったのとか、いっぱい見て盛り上げてくださったのがすごくこうしてこのイベントとかにもつながったのかなってすごく感じたから、本当にありがとうございます。なんか最近すごいイベント全然ないから、そう会える日が増えたって思って嬉しい。優しい、みんなありがとう。こうやってなんか一個一個次につなげられるような活動を今年はいっぱい、今年24歳いっぱいしていきたいなって思うのでよろしくお願いします。うんうん、うん、年女、年女終わっちゃう、でもあと2ヶ月ぐらいで寂しい、うさぎ年だよ、おどがっちゃう。うん、楽しみにしてますね、ありがとう、超楽しみだよ。さやうさ年も終わっちゃう、終わっちゃう、寂しい。ねねちゃん、ありがくまさや、ありがとう。
ありがとう。あい、お元気だよ。ありがとう。2019ラインの年が終わっちゃいます。夢叶えられる年にしたい。頑張ります。うん、タワー来た。ゆうちゃんありがとう。ちょっと明日になっちゃうんだけど、ありがとうね。はやうさんいなくなった。この代わりにリアルさやうさが来たからで、一生さやうさって言ってんの。なんでしょう。こんばんは。さやうさのぬいぐるみとかさ、自分のさグッズ作れるときに作ったらここら辺に置けるのにね。めっちゃでかいやつ、これぐらい大きいやつ予算オーバーですって言われたらどうしよう。うん、カメラ目線。あ、そう、あさって猫耳します。猫耳。ジヤエンソさん聞いてない、まだ。さやの喉にまでは届いてない。うん、個人グッズでやつで出してほしい。え、なんかさ、思ったの。なんかさや本気で裁縫苦手なんだけど、あのなんかお、なんかこうファンの方がさや推しの方とかじゃなくても、さやうさのファンって言ってくださる方がめっちゃ一定数いらっしゃって、すごい嬉しいんだけど、そう、なんかさやうさのグッズがないから、さやうさのグッズをこう手作りで作ってくれてる方とかいるんですよ、ぬいぐるみとか。そうだから、さやが個人プロデュースのグッズのタイミングがちょっと まだだよね、多分。もうちょい、いや、まだだな。だからタイミング、でも何作るかまだ決めきれてなくって、そうだから、さやがもう作る、でこの配信でここに置くさやうさんを作るみたいな。めっちゃ時間かかりそうさやうさじゃグッズ化はしない。多分この大きさのぬいぐるみはさすがに一番最初にグッズ化はしないと思うので、今度の多分作るとしてもちっちゃい、夏みんが作ったぐらいのストラップとかアクスタとかステッカーとか、まあそんな感じだと思うから、自分で作るこの大きさのやつ。うん、めっちゃクオリティ低いと思うけど、なんか裁縫がそもそもあんまりできないのででもなんか可愛いんだよね。え、さやうさんのペンライトね、可愛いよね。ももきゅんね、ペンライト作ってたし。うん、さやうさんのペンライト持ってる。え、そう、みんな手作りのグッズのクオリティすごい。でもなんかそのラジオで、今キャンクレハちゃんとやらせていただいてるラジオで、なんかクレハちゃんが自分でマメちゃん、マイキャラのマメちゃんのなんかグッズ作ったって言ってて、それも頼もうかなって。グッズちょっとそろそろさやうさのグッズ発注しようかなってね、これロンティーがめっちゃ好きだから、こういうワンポイントロンティー、あ、そう、それも結構でも候補なんだよな。ワンポイントさやうさロンティーを自分で勝手に作ろうかなって思ってる。うん、
ねえ、さよさのロンティーもめっちゃありじゃない？え、ありだよね。ありよりのありすぎてね、トレーナーよりもロンティーの方が春秋も着れるしね。アプリかなんかでさよさのグッズ作るかな。え、作りたい。なんかおすすめのその手作り系のアプリとかあったら教えてください。ね、悩みます。スズリ、あ、なんか聞いたことある。ちょっと入れとこう、アプリ。スズリさん、待って、スこれか、スズリ。もう作る気満々。今フェイス ID 認証した。え、そう、行動力だけはもう早いんですよ。せや、何これ、アクリ。うわ、自分でアクスタ作れるんだ。これうわ、かわいい。これも入れとこう。それこそマイリアルさやうさちゃん。いますから。なんかアクスタ、アクキー作るサイトめっちゃあるね。え、すごい楽しいね。アクリーで作った。うん、え、そう、なんか手作りのグッズを送れなくて、値札とかついてないとゲットできなくて、私たちが今日の行動力えぐい。でも結構さ、もう本当に行動力の塊で生きてるので。そうだよ、なんか旅行とか行ってもその場のノリとかで、あんまり、そう、なんか例えばこうテーマパークとか行くとしても、テーマパーク行ったらこれに乗って、これじゃあここからこう、これに乗って、これなんか例えばなんていうのかな、写真ついてご飯食べて、その後写真撮って、でアトラクション乗ってとか、ある程度決めなきゃそわそわしちゃう。そう、すごいごめんね、気合わなかったら。そうで、それが結構実行できたらすごくハッピーなの、一日。うん、計画性があるかも。行き当たりばったりの時もあるけど、計画性を持って行動してることが多いかも。うん、うん、でも面倒くさいなって思うことに対しての行動力はめちゃくちゃ低いし、モチベもないから、なんか旅行とかすごく楽しみなのに、パッキングめっちゃ遅い。なんなら当日の朝とかにする。そう、ダメなんだよね。そう、ダメなんですよ。シュート、かわいい、ありがとう、嬉しい。ペンタ、ありがくまさよ、2つもありがとう。くまくま、ねえねえ、元気だよ。さよドラゴン、元気だよ。2回読んだ、ごめんね、2回読んだかも。パッキングダメなんだよね。うん、一緒。そう、あのお風呂苦手なのと結構似てるかも。お風呂苦手すぎて、お風呂とかも夜あんまり入れないから、パッキングとかも後回し後回しみたいな感じで、ギリギリです。そうなんだよね。
だから自分の性格がよくわかんない。うん。うん。ディスクショタイムしよう。喉ガラガラで声低くてごめん。明日から2日間お話し会なのに。ハート。誰タワー。リオピありがとう。ちょっと明日になっちゃうけど。明日の夜にタワー、お礼のタワーとかを。とか今日のやつとかもお誕生日の時とかまとめて書く予定です。お願いします。しょうま結婚しないよ。ギリギリ超えた。ありがとう。みちゃみでも久々に配信できてよかったです。ありがとね。スマイル。明日楽しみにしてるね。ありがとう。唇は口痛いから隠しとこう。やってから2日間よろしくね。ありがとう。うん、久々の配信が楽しみで嬉しいね。今日かけなくてごめんね。おめでとう誕生日。ありがとう。ランキング読みます。ピアスかわいい。ありがとう。そう揺れてます。10歳的場くん、12広島の山ちゃん、11位ビビンバにビビンナ、10位マーミコ、9位アイ、8位シュート、7位卵のヨッシー、6位桜もちもち、5位ネネ、4位サヤドラゴン、3位ペンタン、2位ショーマ、そして1位ユウちゃん。ありがとう。みんなありがとうございました。久々できてよかった。うん。明日のお話し会も楽しみにしてます。合間とか朝とかできたらやるね。できたらって感じだけど、よろしくお願いします。明日に向けておねんねします。偉いです。みんなでおねんねしましょう。うん。あ、お散歩は行きます、確実に。ねえ、唇気をつけます。リップいっぱい塗って寝る。またね。